本日は内見にお越しいただきありがとうございます。ご夫婦お二人で新居の内見ですか？いいですね。お腹にもう一人？おめでとうございます。ここ子育てするにはぴったりのお部屋なんですよ。楽しみにしててください。倉庫数436個のビッグコミュニティなんです。ちなみにオートロックで防犯カメラも多数設置してるんでセキュリティもバッチリですよ。どうぞ。まず入って左右に2つ洋室があります。どんな部屋にしましょうね。寝室かな。考えるだけでワクワクしちゃいますね。どうぞ。こちらは眺めのいいバルコニーに面したリビングです。そして振り向けばつながったキッチンから美味しいお料理を出してくれる奥さん、くつろぐ旦那さん、これは家族の団らんも弾みますね。羨ましい。そしてこちらのリビング、この引き戸を開けるとなんと和室なんです。おしゃれなお部屋の中に和室がある。これも好きな人にはたまらないタイプのお部屋ですよね。あ、そうだ、押し入れも広いんですよ。じゃーん。もう猫型ロボットが 3,4 匹住めちゃう広さですね。至る所に収納もあって便利ですよ。なんとここにも収納があるんです。結構奥行きありますよ。そして隣、この扉、さあ何でしょうか。正解はじゃーん、なんとここにも収納があったんです。もうこのお部屋は収納パラダイスですね。荷物が多い方、多趣味な方にも最適です。キッチンは広々としてて収納もたくさん。ここも収納、ここも、ここも、あら、ここも、あ、そしてここにもあるんですね。かゆいところに手が届くキッチンですよ。あれ、そしてここも開いちゃうんですね。換気もバッチリ。ちなみに一番近いスーパーがここから367メートルなんで、日々のお買い物も便利ですよ。床暖房であったかいですよ。そうでなくてもお二人は熱々ですか？はい、はい。キャッ！やだ。もう洗面所もお風呂もお二人で入って十分なくらい広々してますよ。ビッグコミュニティなので、こちらにキッズルームとキッチンスタジオの共有スペースがあるんです。いかがでしたか？愛のある家庭を育むのにぴったりな住まいですよね。憧れます。私もいつかはお二人のようにこんなところに住みたいですね。いつになるかな。